森に潜伏中のリヴァイ班は拘束した憲兵からケニーの姓がアッカーマンであることを知る。さらにエレンとヒストリアの居場所を聞き出そうと尋問していたところへハンジとモブリットが現れる。そして彼らからクーデター成功の知らせがもたらされた。お前から預かった部下を死なせてしまったな。すまない。でも仇の鉄砲どもは君らで無力化したんだろ。いや全部じゃねえ。その親玉とエレン、ヒストリアはまだ別の場所にいる。それなら手がかりがある。この戦いはそこで終わりにしよう。これはエルヴィンから託されたレイス教領地の調査報告書。5年前レイス家を襲ったある事件について書かれている。そう、ウォールマリアが破壊された日だ。その日の夜、盗賊の襲撃によって村の礼拝堂が焼け落ちてしまったんだ。悪いことにその夜はレイス一家が全員揃って祈りを捧げていた。ロッドレイスを除く一族全員が盗賊に惨殺されてしまったんだと。ロッドレイスは家族を失った直後も突然ヒストリアに接触を図った。この辺りに連中がヒストリアを求める理由があるのだろう。血縁関係か。その血に種か仕掛けがあるってのか。ハンジさん、二人の居場所の心当たりって。うん、私が気になったのは礼拝堂が全壊したところにある。盗賊ならトルモン取ってさっさと逃げるべきだろ。もはや巨人の存在がなかったという方が不思議なくらいだ。こんだけ怪しければ十分我々が向かう価値はある。分かった、その礼拝堂を目指そう。了解。調査兵団はレイス家の領地にある礼拝堂に潜入。そこで地下へと続く隠し扉を発見する。その奥にエレンが拘束されていると確信した彼らは敵が待ち構えていると考え慎重に罠の準備を進めていた。準備を待つリヴァイはミカサが同姓のケニーの親戚である可能性を指摘。ミカサは両親について話し始める。生前の両親の話では、父の姓アッカーマン家は都市部で迫害を受けていたと聞きました。東洋人である母の一族は人種の違いからか町に居場所を失い、お互い壁の端の山奥に追い詰められた同士が出会って夫婦になったのです。なぜアッカーマン家が迫害されていたのかは父にも分かりません。お前、ある時突然力に目覚めたような感覚を経験したことはあるか。あります。ケニー・アッカーマンにもその瞬間があったそうだ。ある時ある瞬間に突然バカみてえな力が体中から湧いてきて、何をどうすればいいか分かるんだ。その瞬間が俺にもあった。よし、準備整いました。そうか。それでお前ら、手を汚す覚悟の方はどうだ。良さそうだな。できた。まずは敵をできる限り内部。あれは一体何？これはまずい。煙が邪魔で的が絞れない。総員散開、複数で一人ずつ囲め。作戦続行、すべての敵をここで叩く。
まだ燃えてない樽がありますけど、敵が邪魔で火矢を当てられませんね。兵長、樽の周囲の敵を排除してください。そうすれば煙幕を増やして援護できます。僕の手はもう汚れてるんだ。覚悟ならとっくにできてる。仲間を守るためなら、俺が望まない選択であってもやらなきゃダメなんです。どこにいるんだ。この先には進ませない。お待たせ。ここからは私も行くよ。補給物資を持ってきたから使ってくれ。はい。私たちがケニーの元に着いたのは、無意味な世界と人生に意味を見出すため。ならば最後まで信じてみよう。この世界を感情ごとひっくり返すというケニーの夢を。力やらなきゃ、やられるだけだ。ケニーの右腕ってところかな。あんたはリヴァイの何、上官？よし、倒した。諦めない。ケニーの夢を実現するまでは。先に進むぞ。よー、
バイ。本当はおめえにかまってる暇なんざねえんだが、ここを突破されちゃ元も子もないんでな。仕方ねえ、遊んでやるよ。ケニー、ジェッ、油断するなよ。奴を侮ると死ぬぞ。知った、成長したようだな、リヴァイ。無駄口を叩いてる余裕があるのか。ナイフの握り方を教えてやった俺に偉そうな口を聞きやがるじゃねえか。ケニー・アッカーマン、私と同じ性を持つ男。たとえ同じ血が流れているとしても、家族を奪うなら容赦しない。あんまりじゃねえか。かつて一緒に暮らしたやつと戦う気分ってのはどうだ。あんたは勝手に去っていった。今はもう他人だ。相変わらず愛想もクソもねえドチビだぜ。チッ、しつけえな。いい加減に殺されろ、リヴァイ。教えてやったな、相手を追うときは前ばかり見るなって。邪魔すんなよ、ドチビー。落とせ。